はい。皆さん、こんにちは。こんばんはー。というわけで、今回なんですけども、8月15日にですね、内閣府が、実質 GDP っていうのを発表したんですが、なんと今回発表された数値が過去最高ということで、えー、こちらの記事、実質 GDP4 から6月期は年率6.0%増、実額は過去最高、外需が牽引というわけで、 まあめちゃくちゃ物価高騰してるじゃないですか。しかもそれがさ、日用品から食料品、エネルギーから高熱費まで全部高いから、やはり消費は冷え込んでいるはずなんですね。で、実質賃金っていうのも15ヶ月連続マイナスっていうのは出てるから、手取りは確実に減っていってるわけ。にもかかわらず税収は過去最高更新している。つまり、賃金上げてるとは言いつつも、それ以上に政府がつまむ量多すぎて、全然手元には残ってこないわけですよ。 で、その物価高騰対策っていうのも全然打たずに、なんならさ、ガソリン補助金切っていこうかっていう話をしてるんですが、なんと実質 GDP は年率6.0%増えているということで、こんなことありえんのかっていうふうに思ったんですが、実はこれ、中身見てみると、日本国内はボロボロであるということなんでえ、今回はこちら見ていこうと思います。よろしくお願いいたします。 内閣府が15日に発表した実質 GDP 一時速報で4から6月期の成長率は前期比1.5%、年率換算で6.0%だったと。まあ、要するにこれさ3ヶ月分で1.5%上昇しているから年率で換算すると6%だっていうことですね。で、伸び率は20年10から12月期以来の高さで実額は560兆7401億円と過去最高となった。 すごいでしょ ?GDP 過去最高なんですよ。つまり経済成長しているということなんですが、中身としては外需が牽引した一方、個人消費はマイナスに転じており、内需の弱さによって高成長は続かないとの指摘もあるということで、今回 GDP がさ、年率6.0%増、過去最高となった要因というのは外需の牽引、つまり輸出が多かったからだっていうことらしいんですよ。 で、えー、ちなみにですね、この GDP の計算方法っていうのがありまして、まあ、これがね、すごくわかりやすいイラストで書かれてるんですが、GDP の計算方法は、民間消費、まあこれ個人消費と思います。プラス、まあ、民間投資、まあ設備投資とか言ったりしますね。こんな形で書いてますが。プラス、政府支出プラス、えー、輸出から輸入を引いた金額。これの合計が GDP なんですね。 で、今回それが年率で6.0%上昇したっていう話なんですが、大きな要因となってるのはえ、外需ってことなので、まあ輸出量が増えたということなんですね。で、輸出が増えるということ自体は別に悪いわけではないんですが、じゃあその他は一体どうなってるのか。で、先ほどの記事のね、冒頭でもありましたが、個人消費はマイナスに転じてるわけです。ここはマイナスっていうのは出てるわけ。でも輸出は高い。じゃあ他の割りってどれぐらいだと思いますこの民間投資、設備投資って一応増えてるんですけど、どれぐらい増えたと思います 今までの過去最高の伸び率と、過去最高の GDP ですからね。まあ、それも予想していただいて、ちょっと記事戻ります。実質 GDP は3四半期連続のプラスで、市場の事前予想を上回る成長となった。ロイターが民間調査機関18社を対象にまとめた予測中央値は、前期比0.8%増、年率換算3.1%増だった。で、次ですね。企業の設備投資。これはですね、同0.03%増ということで、 先見てもらった GDP の計算方法。民間消費はマイナス。で、その次の民間投資。まあ、設備投資ですね。そこは、なんと0.03%増。まあ、これ横ばいって言ってもいいんじゃないかと思うんですが、政府の発表では2四半期連続のプラスと。デジタル化の進展などを背景としたソフトウェア投資が底堅く推移した。民間住宅投資は1.9%増で3四半期連続プラス。公共投資は1.2%増で5四半期連続プラスとなった。 ただですね、やっぱ次。一方、GDP の過半を占める個人消費は、前期比0.5%減と3四半期ぶりにマイナスに転じた。外食宿泊などがプラスに寄与したが、飲食料品、白物家電などが減少したと。いうことで、まあ5類になったっていうことで、まあ、多少は上に働いたらしいんですが、個人消費自体は0.5%減と。そりゃそうですよね。だってこんだけ物価が高いんやもん。でもこれ書かれてる通り、GDP の過半を占める個人消費ってことなんで、これ実はね、あの、さっきの四つの数字。 個人消費と設備投資と政府支出と輸出引く輸入、この金額っていうことになったんですが、最初のこの個人消費っていうところが確か全体の6割を占めてるんですね。だから、じゃあ GDP をプラスに持っていこうと思ったら、やっぱりこの個人消費っていうのを活発化させていく必要があるわけですよ。でもそれはマイナスなんですね。つまりこの現象っていうのは、まあ有識者の方曰く、 物価上昇の高い食品など、非耐久剤が個人消費の下押し圧力になっている。日本経済が力強く回復しているという内容ではないと指摘すると。要はもう物価高騰すごいわけじゃないですか。で、それに対して政府も特にさ、支援策売ってこないでしょむしろさ、ガソリン補助金切ってるという状態やから、要は内需は冷え切ってるわけです。だから、パッケージだけ見ると GDP は年6%増、過去最高だっていうから、おおすごいっていうなるかもしれんけど、 内訳見てみると、いや、全然そんなことないよと。日本経済が回復してるという内容じゃないよってことらしいですね。ただ次のトピックとして、内需の弱さへの指摘もってことなんですが、実はこれね、輸出が増えているから、その分伸びているだけではないらしいんですよね。GDP 全体に占める内需の寄与度は0.3%のマイナス、外需の寄与度は1.8%のプラスで、そのうち1.1%は輸入の減少によるものだった。 輸出は3.2%増と2市販機ぶりプラス。半導体の供給制約が和らいで、生産が回復してきた自動車の輸出や、外国人観光客の拡大が押し上げに働いたと。まあ、いうことで、まあ、インバウンドのね、話なんかもちょこちょこありますよね。で、先日ね、ついに、インバウンド目的のブライダル補助金とかでね、わっけのわからんことをさ、森さ子議員がさ、やったって,って喜んで大炎上してるみたいな。しかもあれはもう通った後ですから、完全にまあ、国からね、補助金が降りるっていうのは間違いないんでしょう。 詳しくはね、僕もあの先日動画、それについてあげたんで、よかったら見てほしいなとは思うんですが、まあ、ここまで触りで炎上して、蓋を開けてみたらもっと極悪だったっていうのも珍しいなとは思いますけどね。一応軽くだけ言っとくと、ブライダル補助金っていうのは、海外の方が日本で結婚式を挙げると、なぜか少子化が改善するという謎理論のもと、生み出された外国人向けの結婚式支援です。言ってる意味さっぱりわかんないじゃないですか。でもこれ新億食と、ブライダル補助金というのは、 森正子議員がブライダル業界から献金を受けたので、そのお返しに補助金を入れるという政策です。気になる方はね、以前の動画ぜひ見ていただけたらと思います。で、まあなんせこの輸出というのはすごい増えて、インバウンドのね、拡大が押し上げに働いたっていうことなんですが、問題は次なんですよね。その分輸入は4.3%減と3四半期連続のマイナス、鉱物性燃料や医薬品などの減少が影響したと。有識者の方曰く、 高成長の主因は、控除項目である輸入の大幅減で内容は良くない。7から9月期も中国からの団体旅行復活も含めて、インバウンド消費は増加する見込みだが、内需の弱さによって高成長は続かないとの見方を示すということで、まあこれどういうことかって言ったら、先の GDP の計算方法に、ね、ちょっと戻るんですが、GDP っていうのは民間消費プラス民間投資プラス政府支出、プラス輸出から輸入を引いたものなんですね。 で、今見てもらったんで分かる通り、民間消費はマイナス、民間投資は0.03%の増、まあ。ほぼ横ばい。で、政府支出は書かれてませんでした。でも補助金切ったりしてるから、これも減ってると思うんですよね。やけども、GDP がプラスに働いてる。つまり、もう一番最後の部分しかありえないわけですけど、輸出は増えてるんですが、輸入は減ってますよと。で、これ計算式見てもらったら分かるんですけど、GDP って輸出から輸入の金額を引いたものなんですね。つまり、輸入が減れば、当然 GDP は上がるんですよ。 まあ簡単な数学じゃないですか。輸出引く輸入で、マイナスとマイナスなんで、こっちはプラスに働くみたいな。だから、輸入が減ってれば、GDP を統計上は押し上げるっていう効果になるわけですね。だから今回実質 GDP が年率6.0%で、金額も560兆円と過去最高なんですが、その原因は輸入が減って いいいるるかからとと言えるんじゃないかなと思いますだからその輸出が増えるのも全然いいんですけど輸入も増えてるっていう形でその GDP が押し上がってんのはかるんやけど計算式上そうなるっていうだけなんで GDP が増えてる経済成長してるやったとはならないわけですよ。というかそもそもさメインエンジンはこの民間消費これが6割なわけですからここを増やさないとやっぱり日本の経済は成長してるとは言えないんじゃないかなと思いますけどもね。 ただ今回出てるのはこの内訳の個人消費はマイナスっていうことやから消費が冷え込んでるっていう事実はあるわけ。だからパッケージだけ見ると今回って GDP 増えてる経済成長してるっていうけども中身見てみたら全然そんなことはない。内需なんてもう冷え切ってるってことですよ。じゃあなんでこんな数値になってるか一番積結の部分。輸出は増えてるんですけども輸入が減ってるから計算式上そうなったっていうただそれだけです。だから先ほど見ていただいた記事の通り 有識者の先生お二人が言ってんのが、日本経済が別に回復してるわけじゃない。内需の弱さのせいで高成長は続かないってことですよ。逆に言うなら、個人消費はマイナスで輸入が減ってるっていうことやから、物価が高騰してるので、日本の経済はものすごい悪い状態だっていうことが今回のデータでわかるんじゃないかなと思いますけどもね。で、まぁ、あ、記事戻りまして、GDP の年率6.0%というね、このわけのわからん数字のマジックを見た、 え、この後藤経済再生大臣はですね、会見で、雇用、所得、環境改善、企業の旺盛な設備投資意欲などを背景に、景気の緩やかな回復が続くことが期待されると、まあいうふうに言ってるんですが、これちょっとおもろないですかだって、企業の設備投資って0.03%プラスなんですよね。それを旺盛と言うかって言ったら僕多分言わないと思うんですよ。だってほぼ横ばいやもん。だからこの辺もさ、この最近のフランス研修旅行もそうやけど、自民党の人ってさ、その言葉の定義おかしくないですか 聞いてくださってる方でさ、企業の旺盛な設備投資って言ったらさ、大体何ぐらいですか普通に考えたら最低でも2桁パーセンテージは絶対ありますよね。多分5%程度でもさ、いや旺盛かっていう風に言っちゃうじゃないですか。でも今回出たのは0.03%ですよ。 それを企業の旺盛の設備投資意欲っていうわけですから、この後藤大臣が。具体的な金額で言うと、例えば民間企業でなんか100万円ぐらいの設備投資をしました。でもそれが0.03%だから、今回は100万300円ですよ。 いや、マジかよ、こいつ、みたいな。でもさ、この後藤さんは、これを旺盛な設備投資意欲って言うんですよね。でもそういったことを背景になぜか景気の緩やかな回復が続くことが期待されるって、するわけないやろって思いませんだって今回の GDP が押し上がった理由は、輸出が増えて輸入が減ったからですよ。で、個人消費減ってるから内需ボロボロやんけ、みたいな。で、旺盛な設備投資意欲も1万円計算やったら3円ですよ。 緩やかな回復ってむっちゃ緩すぎひんみたいなで、えー、物価上昇の影響や海外景気の下振れリスクには引き続き十分な注意が必要だと強調したじゃあその問題のさこのメインエンジンである個人消費の部分これマイナスなんですけどそれについてのね具体的なところで言うと次9月に終了予定のガソリン電気都市ガス補助金については物価や経済燃料価格の動向を見て適切に対応を考えたいと語ったと というわけで、いやいや、個人消費マイナスで、今、ガソリン価格200円超えんじゃないかっつってんのに、続けるとは言わないんですよ。とていうかさ、別に補助金いいから、減税してくれよって。トリガー条項なんてさ、条件完全に満たしてるわけやのに、なんでやらへんのだってさ、あれ、トリガー条項発動したら、暫定税率25円がなくなるんですけど、今、180円だったかな、レギュラー価格が。そっからさ、25円減ったところで、155円で、いや、僕、個人的にはガソリン155円でもまた高いなと思いますけどね。 ただこれはまだあくまでさ、その補助金が今も入ってる段階ですから、もし9月でさ、補助金が切れちゃって、レギュラー価格200円なんてことになっちゃえば、 トリガー条項発動しても175円なわけでしょいやもう燃料高騰でさ、価格にそれが転嫁されてって、さらにさ、物価高騰になって、個人消費が増えるわけがないやん。だから有識者の先生も言ってるけど、今回の GDP が高まってる原因は、ただ外需が増えてるだけで、内需はボロボロなわけよ。で、僕は個人的に内需を拡大することが最も重要なことだと思うから、そのインバウンドがどうたらこうたらとか、 どうでもいいんやけどな、マジで。まあ、繰り返しになるけど、GDP の内訳として、個人消費が60%なわけですよ。つまり、ほとんどが内需なわけやんか。やのに、この国のさ、上の連中っていうのは、インバウンド需要の方にさ、かじ切りしてるってさ、どういうことやねん、みたいな。0.03%のプラスが旺盛な投資意欲ってどういうことやねん、みたいな。だから GDP は確かに過去最高なのかもしれへんけど、 内訳見てみると、とんでもないからくりがあったってことでね、数字のマジックには騙されないようにしていただきたいなというふうに思います。はい。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。えまたよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。